はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第219回でございます。今回はですね、好きなことができる幸せというテーマで喋っていきます。で、あとは、12月やばいっていうのと更新ペースで、あとツイッターについてはちょっとね、最後にちょろっと話して終わりますので、まあ、よかったら最後までね、お付き合いください。ではでは行きましょう。で、まあ、12月になりましたと。で、一応12月のポイントについてはね、顔出しの方で動画撮っておりますので、まあ、よかったらそっちもね、見てもらえたらと思うんですが、今年受験対策動画っていうのを今ね、撮っていて、まあ、今年は理科を頑張ろうってことで、理科をね、やってるんですよ。で、その、撮るために、全国の過去問をね、プリントアウトして、問題解いてってみたいな、もうほんと、とにかく今理科ばっかり勉強してるんだけど、で、やっててね、で、ふと思ったんですよ。そう、俺数学が専門で一番数学が好きなんですけど、ああ数学やりてーって思うんすよ。でね、そのやっぱさ、理科も別に嫌いじゃないんだよ。嫌いじゃないんだけど、でもまあ数学がやっぱ一番だし、こう専門でない科目を頑張ってこう授業を考えていくってね、やっぱ数学以上に体力も頭も使うから、ね、たまに息抜きで数学やるんですよ、過去問でね。まあ、息抜きで数学やるって言ったら気持ち悪いって思う子何人かいるかもしんないけど、まあ、そこは許せ。ね。で、やっててさ、やっぱ楽しいんだわ。好きな科目だから。そう。で、その時に、そっからちょっと話すごいね、飛躍するけどごめんね。飛躍するけど、やっぱ好きなことできるって楽しいなって思うわけ。そう、だから勉強に限ってだったらさ、まあ、みんなも得意不得意あると思うんだよ、科目によって。でやっぱ得意な科目とかさ、好きな科目って楽しいんだよね。そうで、それを考えてる時に、まあ、この YouTube の活動もそうだけど、こう好きなことをやっていけてる、うん、まあ、それで一応生活、まあ、それで俺は本業があるからさ、それだけではないけど、でも好きなことやって生きてることとかね、まあ、家族に囲まれて幸せに過ごせてることとかを考えた時に、やっぱり今あるこの幸せというか、好きなことができてることの幸せっていうのをやっぱり大事にするというか、そこに感謝をして謙虚な気持ちを持って生きていかなきゃダメだよなっていうのをすごく思ったの、この1週間。うん。でね、まあ前にもちょろっとどっかで話したかもしんないけど、俺はね、好きなことをするためには好きじゃないことをする必要があるっていうのをすごく思っていて、例えばさ、こう好きなことだけしていたいみたいな風に思う子ってやっぱいると思う。俺は学生の時確かに思ってた。好きなことだけで生きていたいみたいな。なんかちょっと前に YouTube でさ、なんだっけ、好きなことで生きていくだっけっていうキャッチコピーみたいなのが流行りましたけど、そう、俺あれ、あの言葉あんま好きじゃなくって、で、あれって好きなことだけで生きていくみたいな印象がすごい強いんだよね。多分学生のみんなはそういう風に受け取ってて、いいな、そういう生き方したいな、みたいな風に感じてる子が多いような風に俺が思ってたからさ、なんかそれって嫌だな、みたいな。うん。で、好きなことをするためには、そこに至るまで、それをするために至るまでに、いろんなやっぱ苦労とか嫌なこととか、辛いこととか、めんどくさいこととかを、乗り越えるというか、そこをこなして、そこを通って好きなことをして輝いていくっていうものかなと思ってるからさ。そうだから自分もね、まあ、勉強しててもそうですけど、俺も最初から数学が好きだったわけではないし、もともと苦手だからさ、中学の時とか、そうあんま得意じゃなかったから数学。でも高校のね、その恩師に出会って数学が好きになって、で今に至るみたいな、まあ、そこからね大学行って、で、その数学の教員免許取ってみたいな感じだったからさ、まあなんか生きてたらね、どこでどうなるかなんて分かんねえななんて思いながら振り返ってたんだけど、でもやっぱりこう今日々生活していく中で、めんどくさいとかさ、ちょっと手を抜きたいなみたいな風に思うものって実際あるの。うん、正直に言えばある。うん、やっぱり忙しくなればなるほど、どっかで手を抜きたくなる自分がいるんだよね。いるんだけど、でも俺は性格上手を抜くと、あのね、他のとこにもね影響が及んじゃう。なんかね、不器用なのかな、わかんないけど、こうどっか手抜くじゃん。そうすると手を抜きたくないとこまで抜いてる自分がいたりするのね。そうだからね、基本的にはやっぱりがむしゃらにいろんなことをやってる方が多分自分の性にも合ってるし、そっちの方が、うん、俺は生きやすいのかな。
と思ったり、まあ、そんなことを考えたりする一週間でした。だから、まあ、学生のみんなはさ、こう、したいことさえも見つかりませんっていう方ももちろんいるだろうし、ね、好きなことだけで生きていきたいって願ってる方ももちろんいるだろうし、そう、いろんなね、状況にいる方がいると思うんですけど、やっぱり個人的に、まあ、みんなの、まあ、みんなが何歳か分かんないけどさ、多分みんなの2倍ぐらい生きてるから、俺は。32だからさ、もう。だから、そのね、みんなの2倍の生きたおっちゃんから言わせれば、やっぱりこう、今聞いてくれてるみんなが、好きなことで生きてってほしいなとはもちろん思うけど、その、まあ、成人して、社会人になってってね、こう、世に出てった時にさ、こう、楽しく生きてってほしいなっていうのがやっぱすごい個人的な願いというか、楽しみ方って人それぞれじゃん。別に好きなことをしていることが楽しい、イコール楽しいではないだろうし、もしかしたら、仕事はね、あんまりしてたいことじゃないかもしんないけど、まあ大好きな人と一緒にいれればそれでいいって思う子もいるだろうしさ。そこの価値観はみんな違うだろうけど、でも、やっぱりみんなにとって、そのね、人それぞれその人にとっての楽しいを、なんだろう、見つけてもらって、で、そこにたどり着いてもらって、で、その自分の生きてる、なんだろうな、生き方というか、そういう道を、なんか、楽しく生きてる人とか、なんだろうな、笑顔でいる人っていうのは、それやっぱ伝染すると思ってて、周りに。それはみんながだんだん年を取ってて、例えば俺ぐらいの年になった時に、ね、30過ぎてさ、ってなった時に、やっぱり下の子たち、20代とか10代、まあ10代にね、接するっていうのは特殊な仕事っていうか、一部の仕事しかないだろうけど、でも20歳、20代のね、人と出会った時に、〇〇さんってすごい生き生きしてますよね、みたいな、〇〇さんみたいになりたいんです、なんていう風に言ってもらえる人になってくれたらな、っていうのはすごく思う。で、そのためにも、もちろん自分はネットを通してだから、そんなに影響力は出せないけどさ、やっぱりリアルにね、みんなのこう、はい、ということで申し訳ない話の途中だったんですけど、編集で今回は繋げさせてもらいました。今ね、息子二人がね、風邪ひいてるわけじゃないんだけど、ちょっと咳が今ひどくって、ちょっと熱あったんだけどね、前は。熱は収まったんだけど、で、下の子、1歳の子がね、今夜泣きで起きてしまって、ちょっと寝かしつけてきて、で、もう一回撮影してるんだけど、さっきの話の途中から、ちょっと繋がってなかったらごめんなんだけど、今回ごめんね、ちょっと編集で繋がせてもらいました。はい。ということで、多分、こう、幸せな風にね、過ごしててほしいみたいな話をしてたと思うので、そう、だから、まあ、願ってることは、とにかくみんなにとっての楽しいとか幸せっていう生き方をしてもらって、それを伝染できる人になってほしい。で、そのためにも、まず自分がネットを通してだからさ、みんなの実際の周りにいる人ほど影響を与えられないけど、でも、したいことを生きて生き生きと、なんか、生きてる人、生きてるおっちゃんみたいな。ので、まあ、ね、俺みたいになりたいななんて思ってもらえなくて全然構わないけど、でも、ハイチってなんか、生き生きしてるよね、みたいな。に思ってもらえればなと。思って、そのためにも、やっぱり手を抜くことはできないなっていうのを改めて思いました。っていう一週間。そう。だから、まあみんながこれからどういう人生生きるかわからないけど、もし今もね、今現時点でもそうだし、これから先でもそうだけど、好きなことで、ができてる状況に行った時、まあ好きなことできてない時にもあるかもしれないけど、好きなことができるときは、それに対する、なんだろう、感謝というか、その状況に入れる感謝。それは、きっと自分だけの力ではなくって、いろんな人の力があってこその環境だと思うから、やっぱり、謙虚に感謝の気持ちを持って、生活していってもらえたらなと思います。はい。自分もね、初心忘れずで、頑張ります。はい、ということで最後下なんですけど、12月やばいっていうのはね、まあ、やばいっていうその書き方もどうかと思うんだが、あのね、ごめんね、今月なんかすごいスケジュールが自分忙しくって。で、まぁ、ちょっとイベントとか、なんか自分でね、企画したイベントとかもあるからさ、まあ、自分で首を絞めたのもあるんだけど、でもまぁ以前からやりたいって言ってたことだったから、まぁいろいろやってるんですけど、で、その、なんだ、受験対策の動画がね、なかなか撮れないんですよ。で、あんまり動画のこの更新をね、滞らせたくないので、顔出してまぁね、相談はいっぱいもらってるからさ、プチ相談だったりとか、まあ、12月のポイントでね、顔出しで喋ったりっていうのはやってるんですけど、こう、まあ、さっきも言ったように、
最近ね、ちょっとね、子供の夜泣きがね、またちょっとひどくって、自分基本的に子供を寝かしつけた後に、板書作ったりっていう仕事をするんですよ。で、板書作って翌日に撮影みたいな流れがよく多いんですけど、こう、夜泣きがね、結構ひどくって、夜その、仕事をする時間が取れなくって、今、ちょっと。で、例えば、子供をね、夜泣きで抱っこしながらでも、喋ることを考えることができるんだよ。プチ相談あれ来てたから、この動画撮ってこういう風に喋っていこうみたいな組み立てはできるんだけど、やっぱり板書を作るのは書かなきゃいけないので、そう、子供がね、やっぱ抱っこしながら絶対無理になってしまう。で、自分は今、受験対策を作るために、最初にも話したように、過去問を自分で解いて、噛み砕いて、で、問題構成を考えて、この順番でやったら分かりやすいかなとか、この辺でこの問題入れたらいいかなとかって考えながら今作ってるんですけど、で、結構ね、専門科目じゃないのもあって、一個作るのがね、時間がかかってしまうのね。そう、それはまあ俺の実力不足もあるんだけど、だから、ちょっと受験対策の動画がね、なかなか、その更新ペースにも関わるんだけど、撮れない。そう。2週間に最低1本は絶対上げたいなとは思ってるんですけど、なかなかね、ちょっとペースが上げられなくて申し訳ないんですが、まあ、ひとまず、撮れる分は撮って、更新していきますので、まあ、現時点でもね、結構、他の科目も含めれば受験対策動画ありますので、まあ、そっちを使ってもらったりとかしてもらえたらと思います。ということで、もう一回泣いちゃったんで、ちょっと最後締めらんないんですけど、今回はこの辺で終わります。ごめんね。以上です。ありがとうございました。